I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. Sorry if my voice is a little scratchy. I'm still recovering from a cold. So, yeah. Please enjoy the video. おう、来たな。そっちは誰だ？オタクも参加してくれんのか？妹のエリカだよ。私はエリカのパートナーのワームマン。よろしくね。なんでデジモンに自己紹介させてんだ。リュウジの妹ね。いるのは知ってたけど、会うのは真田新だ。ま、適当によろしく。お、うん？時間ないの。早く話進めて。お願い。素直に入って言って。次は君か私の番だから。は、はい。それじゃあ、ちゃっちゃと計画を計画の大目的は、岸辺の計画に必要不可欠な新都庁への電力供給の阻止だ。そのために
東京中を停電させる。東京中つっても、すべての都市の電力を落とすわけじゃないぜ。主要都市の発電所をハッキングして、電力供給を一時的に遮断するだけでいい。だが、そっちは俺と俺の仲間が対応する。おたくらに落としてほしいのは、六本木発電所サーバーだ。六本木には、都の発電所以外にも、ある企業が運営している大型の独立した発電所システムがあってな。URL、転送するぜ。オタクらはこの発電所サーバーに侵入して電源システムをオフラインにしてきてほしい。発電所のセキュリティ結構厳重だと思うけど。ああ、だから全ての発電所のセキュリティにハッキングを仕掛けてセキュリティの制御を奪ったら侵入開始だ。もうすぐ終わるから待ってて。一人で全部のセキュリティを見てるの？これでもオタクの兄ちゃんと同じチームだったんだぜ。よっと。サーバの真相に電源のアクセスポイントがあるはずだ。到着したら待機して合図を待ってくれ。俺の方で緊急用の補助電源を落としたら連絡する。デジタルノイズが多すぎて、スウェードの脇耳、急ごう。真田新たに連絡が来る前に、スウェードの脇耳を見つけないと。お？あいつら、何うろうろしてるの？おいおい、そっちのセキュリティは制御してねえっつうのに。計画が荒いせいで穴ができちまってる。このままじゃあいつらの侵入が管理にバレバレだ。リュウジの妹と後輩に何かあったら、マジでもうあいつらに顔向けできねえな。侵入ログを消すことはできないな。俺のアカウントと差し替えることなら。これで俺も立派な指名手配。
逃げた方がいいよ。準備はいい？
準備はいい？ダメだ。一旦行こう。見つけた。おやおや、あなたたちはいつぞやこのセキュリティを突破して侵入してくるとは。あなたに聞きたいことがあってきたの。私？でもその前に確認させて。こんなところで何をしているの？あなた、ひょっとして岸辺理恵の仲間？おやおや、岸辺さんのこともご存知でしたか。やはり最近のハッカー仲間と一概に言うのは難しい。彼女と私は手段を同じくして目的が異なる者同士なのです。ですが、彼女が利用したイーターの行動原理理論を解明したのはこの私です。そういう意味では、仲間と言えるかもしれませんね。おや、何か起こっていらっしゃる？あいにく、私はあらんことは苦手でしてね。できれば穏便にことを運びたいのですが。直接的な仲間でないなら、それでいいよ。知ってることを教えて。あと、一体何をお知りになりたい？エデン症候群についた。すべて仲間がエデン症候群になったの。どうにかして助けて。それを聞くためにわざわざ私の所在を突き止め、発電所のセキュリティをかいくぐってまで。いいでしょう。目的のために行動を起こす。その姿勢は敬服。これ、イーターの論文。それを解読できれば、とあるネットワークへのアクセスが可能になります。これで、あなたは私と同じものを見、同じ声を聞くことができる。実はこれ、まだ私も解析が済んでいないものでしてね、これからいろいろと試してみようと準備しているところなんです。これの可能性は無限で、私の時間は有限だ。ぜひあなたにも手伝って、あなたなりの解釈で解析して、プログラミングしてみてください。若いハッカーの柔軟さと市場に満ちた思想があれば、私などが構築するよりはるかに有意義な形に生まれ変わることができるかもしれません。よく言われますが、心配ですね。ともかく、それを探ることがエデン症候群を解明する手がかりになるでしょう。見たければ、勝手に見ろってこと。ずいぶん太っ腹だね。知識は求めるものにこそ与えられるです。あなたが何のためにリーターを操ろうとしているの？探求心ですよ。ただ、おや、膨大なデジタルウェーブの本流、我々が感知できるほど仮想空間を振動させるとは、どうやらうまくいったようですね。
何あれ、空からデジモンが。次元の扉が解放されたのです。つい二人とも電源のアクセスポイントに急がないと。待たせて悪い、もうすぐ挨拶する。アクセスポイントにはついてか。急いでくれ、近道を開けてやりたいんだが手が回らねえ。おやおや、彼は君たちの侵入の痕跡を改ざん、邪魔をしてしまった罪滅ぼしも兼ねてお手伝いしましょう。アクセスポイントまでのバックドアです。これを通ればすぐ到達できる。どうして、なぜ協力してくれるの。私と岸辺さんでは、もうこの後あなたたちや彼が何をしようと私の目的に影響はありません。この程度の手伝いであなたのその悲しみ、痛みが少しでも和らぐのであれば安いのですよ。それではご検討。待って、まだ聞きたいことが。エリカ、急がないと。さあ、行こう。
ここがアクセスポイントだね。着いたよ。こっちも準備できた。電源を落としてくれ。成功したの？そっちは無事か？計画自体は一応阻止できたが、それでも失敗だ。悪い。何これ？何が起きたっていうの？どうせ、俺はどこで間違えた？俺とお前と、新田と、三人でバカやってた時は、何も迷うことなんてなかった。新田を、許していればよかったのか？それとも、お前に全部話していれば。そうすれば俺は、誰にも置いて行かれずに済んだか。なんだ。しまった。しまった。我が名はアルカビア。あらゆるものは消え去る。我が名消え去る。帰る。そうすればよかったんだな。ねえ、タコ、やっぱりやめようよ。ここハッカーのたまり場になってるエリアなんでしょ？見つかったら大変だよ。大丈夫だってミポリン。俺、クーロンレベル2まで行ったことあるし。このエリア、幽霊まで出るって噂があるんだぜ。面白そうじゃん。探してみようよ。いやー、怖い。ミポリン泣いちゃうかも。そしたら俺が慰めてやるって。あ、ねえ。あれって…ハッカー？大丈夫だって、ミポリン。いくらハッカーだからって、すぐ襲ってきたりするわけ。よせ。あれは獲物じゃない。消してやる。消される前に消してやる。
関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門家は、それがニュースっていうものなんだね。びっくりした？すごいでしょ。大規模なデジタルシフトが起きたおかげで、私もこっちの世界に来られるようになった。君たちの世界、すっごく興味深いよ。物理的ってこういうことなんだね。ねえ、君のデジモンはまだこっちには来られないの？そっか。でもそのうち来られるようになるよ。東京のデジタルウェーブはどんどん濃くなっているから。なんの？あんまり命をしないでよね。だってもし東京が大変なことになっちゃったのはわかるけど、エリカたちといつも一緒にいられるのは嬉しいしね。そう言ってごまかそうとしても無駄だからね。ねえ、スレドを君からもらった論文の解説に集中したいの。ワームに連れてお兄ちゃんを探してきて。その子がいると気が散る。ああ！ジュースサーバーが壊れて床がジュースまみれになってる。おい、誰だ？PC 画面に落書きしたの。朝からずっとこうなの。ごめんなさい。Thank you.